エロ漫画は、オーストラリア・クイーンズランド州のサウスウェスト、クイーンズランド地方、クイルピー郡にある、小さな町である。2016年の国勢調査では、エロ漫画の人口は119人だった。ただし、エロ漫画に実際に住んでいるのは30から40人で、ある。クイーンズランド州南西のエロ漫画盆地の端に、位置する内陸の町である。 2006年国勢調査の時点で人口171人。オーストラリアで最も海から遠い町というキャッチコピーを使用しているが、実際のオーストラリア大陸の到達不能局からはかなり離れている。白秋前期に形成された盆地からは石油が豊富に湧き出ており、また近隣からはオパール原石も産出されている。これらの鉱物資源。 1860年代に来た開拓者の影響による牛や羊などの牧畜が町の主な産業である。オーストラリア最大の恐竜である、竜脚類のティタノサウルス類を含む恐竜の化石もここで発見されており、古生物学者の関心を集めている。エロマンガという町の名前の由来は1860年代に遡る。この名前は言語と方言は不明だが、 熱風の吹く部屋、または風の強い部屋を意味するアボリジニの言葉に由来すると考えられている。エロマンゴ、エロマンガはニューヘブリディーズ諸島の島の名前でもある。エロマンガ郵便局は1902年10月までに開設された。エロマンガ修立学校は開校と閉校を繰り返している。エロマンガの資産は1928年にキースペグラー。 モンラーステーションによって最初に作られ、現在は3世代後の農家に保管されている。町の中心部から南に1 1キロメートルに位置する、この施設は、もともと、キースペグラーの羊牧場であり、ロスペグラーから現在のスコットペグラーに渡された。この施設は長年にわたって干ばつから洪水に、至るまで多くの自然災害に苦しんだ。最近は、 史上最長の干ばつであり、ほとんど雨が降っていない。エロ漫画修立学校は、ドナルドストリートにある政府の小学校である。2010年から2013年の間に、学校には5から6人の生徒が在籍していた。すべての生徒には個別の学習計画がある。一人の常任教員、補助教員、及び他の学校からの訪問教員がいる。 クイーンズランド州女性協会のエロ漫画支部が、ディーコン通りとドナルド通りの角にある。街の名前が、エロ漫画という単語に似ているため、アニメ、二人がシノブぶンのには、サムライフラメンコの十八話、そして、ライトノベル、アニメ、エロ漫画先生で言及された。AB エロ漫画、タウンイン、シャイアオブキルピー。 クイーンズランドプレイスネームズクイーンズランドガバメント2017年9月28日閲覧不明な引数デダールイコールが空白で指定されています a b エマ漫画ローカリティーンシャイオブキルピークイーンズランドプレイスネームズクイーンズランドガバメント2017年9月28日閲覧不明な引数デダールイコールが空白で指定されています オーストラリアンビューローオブスタティスティックスエロ漫画2016センサスクイックスタッツ2019年10月30日閲覧アバウトエロ漫画ビストプリント2012年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月19日閲覧2006センサスクイックスタッツエロ漫画オーストラリア統計局エロ漫画プレイセズツービジット クイーンズランド州政府観光局、公式サイトハットアナザーダイナソーファウンドオン、QLD キャトルステーションアーカイブド。2ディセンバー2011アットザウェイバックマシン、ABC ニュース、リトリーブド19順2012、プルミエポスタルヒストリー、ポストオフィスリスト。プルミエポスタルオークションズ、2014年5月15日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年5月10日閲覧。 テンプレート、サイトクルドスクール。ハットテンプレート、サイトクサエージェンシーハット。チャーレビルタイムズ、エロマンガチャーレビルタイムズ、2019年11月1日、閲覧。トゥーンバグラマースクール、ウェイアウトウエスト。トゥーンバグラマースクール、2019年11月1日、閲覧。オーストラリアンブロードキャスティングコーポレーション、ザビッグドライ。 オーストラリアンブロードキャスティングコーポレーション2019年11月1日閲覧オーストラリアンブロードキャスティングコーポレーションダイナソンヒストリー・シェイプス・フューチャー・オブ・ドラウト・ラビッジド・エロ漫画・マンガオーストラリアンブロードキャスティングコーポレーション2019年11月1日閲覧オーストラリアンブロードキャスティングコーポレーションフライトニング・フラッズ・フォロード・ラウト・アンド・ダスト・ストームズ オーストラリアンブロードキャスティングコーポレーション2019年11月1日閲覧クイーンズランドステートノーンステートスクールズクイーンズランドガバメント2014年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年5月25日閲覧サイケデリックサマー忍者ナンセンス2012年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ 2019年11月7日閲覧、ありがとうございます。